はい、じゃあこれからサマセットグランドハノイの、サービスアパートメントをご紹介しますね。はい、もうハノイの老舗ですね。ハノイで、まあ、ハノイタワーというと皆さん知らない人はいないぐらい有名なオフィスビルでアパートメントビルですね。複合施設です。はい、今からご紹介していきますね。まずここが1階のレセプションです。いろんな国の方々が、はい、ここで集いますよね。まあ、ちょっとあんまり撮れないんですけどね、細かくは顔が映るんで。はい、で、ちょっとこちらの奥の方にショッピングセンターがあるので、ちょっと撮らせてもらいますね。はい、シティマートがね、あって、結構拡充もしましてね、とても売り場面積が広くなっています。いろんなお店があるんですけども、まあ、大体この近辺に住んでる方々もここに買い物に来られます。はい、ちょうどね、イオンさんと提携してるんですよね。イオンシティマートで、中に見ていただければ分かりますけど、トップバリュー商品なんかも置いてあったりするんで、まあ、イオンさんと提携した結果ですよね。8時から夜の9時までやってます。でこういう、まあ、野菜とかね、細かいおネギとか果物とかリンゴとかそういったものが置いてます。はい、こういうのがシティマートさんがありますね。はい、まあこんな感じです。で、まあ、中はねオープンカフェみたいな感じになってて、でこれが玉屋さん、ここにできたんですよね。はい、とっても美味しくて、今非常にここで頑張ってらっしゃいますよね。はい、何店舗かね複数あったんですけども、もうここにちょっと集中されて今売り上げを伸ばされていると。まあここに日本人も結構固まるんでね。はい、やっぱり美味しい日本食レストランってなかなかないんですけども、はい、ここは美味しいですね。私もお勧めします。はい、こういったのが1階部分にあるんですよね。はい、1階部分にあります。はい、んでまあ近くにいる方も買い物に来る、もしくは玉屋に食事に来る、そういうエリアなんですよね。そのちょうどこの上に立つサービスアパートですね。はい、じゃあ今から部屋の中ですね、撮らせてもらいますのでご紹介します。はい、ちょっとプールサイドの方を撮っていきますね。今ちょっと許しを得ていただいて撮らせてもらってますが、はい、ジャグジーの部分があって、ここはねちょっと暖かいんですよね。はい、で外がこれぐらいのプールですね。はい、まあ、ただ、まあ、エクササイズで泳ぐっていうのもあると思うんですけどもね、まあ、ただ涼んでらっしゃる。はい、まあ、こんな風に今見ててきたところは、ここがアパートメント棟ですよね。はい、反対側のこちらがビジネス棟なので、オフィスが入ってます。でこちらの方に行くとテニスコートがありますね。はい、テニスコートが、2名ありますよね。でこの奥にね行くと、まあ、ちょっとしたお子様の遊び場みたいなものがあるんですね。ちっちゃなお子様用ですよね。ここです。まあ本当ちょっとちっちゃいんですけどね。はい、ちょっとちっちゃいんですが、はい、こんなスペースがあります。まあ、そちらがフィットネスなんですよね。フィットネスで、まあ、向こうにちょろっと見えてるのがメディアハノイですね。有名な5つ星ホテルですね。メディアハノイがもうすぐそこに見えてますよね。はい、こんな感じです。はい、じゃあちょっとフィットネスの方を見ていきますね。はい、じゃあ、今度フィットネスジムですね。フィットネスのジム、こんな感じですね。建物自身はねこう古いんですけど、ジムの機械は、はい、こんな風に、最新ですよね。はい、今、まあ、特に今使っている方は今いらっしゃらないですけども、まあ、結構何人かここで外国人の方多いですけどね、足を書いてらっしゃいます。でこのジムがありまして、でここが男性女性に分かれてますが、サウナですね。サウナルームがあります。はい、ここで、まあ、着替えて中に、まあ、ちょっとね人がいるんで取りにくいですけど、ちょっとやめておきますけどもね、自分でこうコントロールしてサウナの温度を設定して入ると。はい、まあここは完璧な環境を整っています。はい、あと同じフロアにジャスパス、これ有名な西洋レストランですねがあります。で今はちょっともう時間帯的には3時4時ぐらいなので何もないんですけど、ここで朝食なんですよね。朝食サービスを受けることができます。ちょっと今準備をされてますけどね。はい、でここにねずーっとこうビュッフェ形式でいろんなお皿とかお鍋じゃないな、食べ物が並ぶんですよね。ここから自由に選んでいただいて、
ここで食事をしていただくと。それもまあ家賃には入ってません。先ほど言いましたように1人大人が1人いくらかっていうのはまたホームページ等でご紹介しますけども、はい、ここはその朝からやってましてね、ビュッフェ形式の朝食、お昼もありますし夜も美味しいパスタとかね、ステーキとかピザとかそういったものがここで食べることができます。結構有名です。ジャスパスってここだけじゃないです。もちろんいろんなところにあります。ロッテの中にもジャスパスはあります。はい、こういうおしゃれなレストランが中にあります。で1階に行くと日本食レストランの玉屋がありますね。